こんにちは。タンスやソーダの家具や冷蔵庫とか大型ステロセットなどを動かしたい時ってありますよね。でも、こういう重いものって一人で動かすのは大変です。でも、わざわざ引っ越し屋さんに頼むわけにもいかないですよね。こんな時に便利なのが対応成功の ピカスラクラクヘルパーハイパーセット HP-500N リフター台車テコベースセットという商品です。これはテコの力を利用して重いものを持ち上げて運ぶことができるものです。今回はこちらの商品の開封の儀と使い方を紹介したいと思います。まずは商品の紹介をしたいと思います。商品名。 ピカスラクラクヘルパーハイパーセット HP-500N。リフター台車テコベースセット。型番が HP-500N。用途は家具の移動と持ち上げが一人でできるというものです。で、リフターサイズが 320×44×67 ミ、mm、リ。台車サイズ 100×30×80 ミリ。 材質は ABS 樹脂、スチール、PVC、ウレタンとなっています。用途の詳細な説明をしたいと思います。大掃除や減災対策、部屋の模様替え、引っ越し等、新設計のフォークは先端を大きな曲線で厚さを薄く仕上げており、スチュールセーターラも安定して持ち上げられる。パイプは曲げハンドルを採用。 長さも長くなったことで操作しやすく、持ち上げの対象物の約5.27分の1の力で持ち上げることができる。4軸6軸台車の採用で、畳の縁、フローリングの溝、タイルの目地等のに車輪の落ち込みを防ぐ。天面の回転板は新設計のバネ式回転板を採用し、クッション性を高め、 移動時の床の凹凸や傾斜などで台車が抜ける状況を軽減する。えー、こちらの商品の特徴なんですけど、最大 300kg までの重量物に対応。足つき家具にはテコベースを活用できる。活用できる。リフターは 150kg まで対応。台車は1台あたりの耐荷重は 100kg。 となっています。あと注意事項として、段差や傾斜のある床面、毛足の長いカーペット、絨毯での使用はできません。傷のつきやすい床材、持ち上げ対象物への使用は、傷や凹みになる場合があります。改造や加熱、加工等をすると、著しく品質の低下をの恐れがあります。となっています。 では実際に商品を開封していきたいと思います。こちらが商品になります。そんなに大きくないですね。まあ、このぐらいのサイズですね。重さもそれほど大きくないですね。じゃあ実際にえ開封します。 していきたいと思いますこんな感じですね えっとまず、セット内容ですけれども、セット内容はスマート台車が4台。えっと、スマート台車っていうのはこれですね。こちらが4台ですね。あと、テコベースですね。テコベースっていうのはこちらですね。テコベース。このように分かれてますね。 スマート台車はこっちですね。ちょっとここがクッションみたいになってますね。あと、こちらがスマートリフターですね。 以上が、セット内容になります。では、使用方法について説明したいと思います。えっ、ー、と、説明書っていうのは特にないんで、箱の方にですね、一応使用方法が書いてありますんで、これを見てみながらちょっと説明したいと思います。まず、移動したい家具の下にリフターを差し込むとなっています。 えっと、リフターっていうのはこちらですね。えー、先ほど開封したやつのこれですね。こちらを、えー、こうやって入れ、入れ込むんですね。えー、リフターを差し込みます。で、リフターを差し込んで上に上げたら、あと、台車ですね。えっ、ー、と、こちらですね。こちらの台車を、お家具の下に入れ込むってことですね。 んで、それを基本的にはあ4箇所入れ込みます。4箇所入れ込んでからあ、対象物を移動させるということですね。で、最後に、えー、入れた4個の台車を取り除く。これが基本となりますね。あとですね、えっ、ー、と、足つき家具等の移動方法ってあるんですけども、えっ、ー、と、足つき家具の場合、 えと、高さが高い場合ってあると思うんですけど、そういう場合には、えー、こちらのですね、えっ、ー、と、テコとなる、これ何て言うんですかね、名前は。えっ、ー、と、テコベースって言うんですかね。このテコベースを使って、えっ、ー、と、高さを稼ぐ,稼ぐ、稼ぐってことができるようです。これによって、えっ、ー、と、足つき家具でも移動ができるってことです。 あとですね、えっ、ー、と、壁際の家具ですね。えっ、ー、と、壁際の家具等の移動の場合、えっ、ー、と、スペースが確保が結構難しいんですよね。えー、ですんで、壁際の家具の場合は、えっ、ー、と、必ず2人以上で作業を行ってくださいというふうに考えています。で、やり方なんですけども、壁際の場合は、まず、えっ、ー、と、3箇所ですね。3箇所台車を取り付けてから、 それで、えっ、ー、と、移動させて、えー、それから4箇所目をつけるような感じの説明になっています。なんで、えっ、ー、と、どんな場合でも一人で缶、えー、が移動できるっていうことでもないみたいですね。以上で、えー、使い方の紹介は終わりになります。いかがでしたでしょうか 最後に、この商品の評判はどうなのかを見ていきたいと思います。カスタマーレビューを見ますと、星5つが35%、星1つは12%となっています。あまり評判がいいっていう感じではないですね。では、星1つの人の不満点を見ていきます。1、冷蔵庫の移動で1つが突然破損。 2. 小型は冷蔵庫で移動中に破損。不良品なのか、強度不足なのか。3. 畳の部屋では台車の高さまで上がらない。移動が難しい。4. 棒で家具が簡単に上がらず、簡単ではない。台車を家具の下に入れるのが大変。 家具などを移動するため、キャスターを挟み入れるためのワークスペースが確保されていること。二人以上の作業員を調達すること。少なくともこれがあできないと危なくて使えない。六、一方向にしか進まず使い勝手が悪い。方向を変えられる商品もあるが、一万円程度とかなり高額。七、絨毯での移動や平面が平坦でない家具には全く不適当。 これを見るとかなり厳しい意見があるなと思いました。えっ、ー、と、この意見に対して、えっ、ー、と、私が感じたこと、考えたことをお伝えしたいと思います。まず1番と2番あ、壊れてしまうっていう意見があったんですけど、これはまあ論外ですね。えー、まあ、使い方が悪くて壊れた可能性もありますけれども、 軽いものを運んでも壊れるようなら、ちょっと商品としておかしい感じですね。もしかしたら不良品なのかもしれませんし、えー、こういうふうに壊れてしまった場合ですね、やはり、えっ、ー、と、メーカーの方に連絡して、えー、どうなんだって、えー、言った方がいいんじゃないかなと思いますね。次に3ですけど、えー、階段や、階段や、あ、段差や傾斜のある床面、 ッシュのないカーペット、絨毯では使えないってあ、この説明書にもですね、書かれてるんですね。なので、ですがあ、畳の上では使えないって書かれていません。ですんで、この商品は畳の上では使えると思われます。まあ、日本では畳の部屋もだいぶ少なくなってきているとは思いますけれども、まだまだ多いですから、まあ、使えないのはおかしいですよね。で もしかしたらこの場合は、畳が柔らかすぎるのか、それとも運ぶものの重さが重すぎたのかもしれません。次に4番なんですけども、家、え、具、ー、を上げるのが大変って感じですよね。なので、もしかしたらある程度の力がある人でないと使いこなすのが難しいのかもしれません。まあ、あのー、その、 実際に作業した人がどのぐらいの力がある人がちょっとわからないんですけども。まあ、力のない女性だと厳しいのかもしれませんね。まあ、家具の重さにもよると思うんですけども。次に5番ですね。窓際の家具の移動では2人以上必要と書かれていますね。あの、説明書の方にも。まあ、なので簡単に1人でどんな家具でも移動できないってことだと思います。特に大体あの、家具って 例えば、タンスなんかだと、うん、壁際に置いてますんで、まあ、一人じゃ無理ってことなんでしょうね。まあ、安全のためには二人以上でやってくださいって、えー、説明書にも書かれていますんで。次に6番ですけど、これは、えっと、商品の特徴ですね。えー、一応子にしか進まないってことなんですけども、ただ、この一応子にしか進まないっていうのが、説明書には書かれてないですね、確かに。まあ、うん 実際に購入してみないとわかんないって感じなのかもしれませんけども。次、7番ですけど、えー、これは、あのー、説明書に書かれてますね。えっ、ー、と、絨毯では、あそこ平面でない家具には適当って書かれてるんですけど、これは、えっ、ー、と、説明書にちゃんと書かれてますんで、商品の不良ではなく、まあ商品の特徴というか、そういうもんだっていうふうに思った方がいいと思います。 えっと、このようにですね、レビューを見ていくと、思っている以上に便利に使えないかなって感じがします。つまり、えっ、ー、と、用途によって役に立つ場合もあるけれども、役に立たないこともあるっていうことなんだと思います。ですので、もしこの商品を購入を検討する、している方はですね、商品の説明をしっかり見て、えー、レビューもですね、えー じっくり見ていただいて、本当に自分がやりたいことができるのかを見極めてから、見極めて大丈夫だと判断できた時に購入するようにしていただければいいと思います。じゃないとあ商品を買っても後悔するっていうことになりかねませんからね。以上で今回の動画はあ終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。